新型 NBOX クロスター2024年秋新登場。軽自動車初ディーゼル最新の徹底予想。2024年秋に登場予定と噂の新型 NBOX クロスターについて、現在の軽自動車市場のトレンドや技術進歩、環境規制の動向を踏まえた詳細予測を行っていきます。新型 NBOX クロスターの最も注目すべきポイントは、軽自動車としては初となるディーゼルエンジンの採用です。これによりパフォーマンス、燃費、環境性能に大きな期待が寄せられています。ボディサイズ、現行 NBOX シリーズが軽自動車の規格ギリギリのサイズ設定であることを踏まえると、新型クロスターも同様の方針が取られると考えられます。具体的には全長 3395mm、 全幅 1475mm、 全高 1680mm 程度を維持しつつ、よりダイナミックなデザインとすることで SUV らしい力強い外観を追求する可能性があります。またホイールベースの延長やトレッドの拡大を図ることで、室内空間の拡大と走行安定性の向上が期待されます。軽自動車のサイズ制限にギリギリまで対応することで、 NBOX シリーズはすでに室内空間の広さで好評を博しています。新型 NBOX クロスターでは、全長 3395mm は現行モデルと同等ですが、デザインの最適化によって前後のオーバーハングを短縮し、よりスタイリッシュな外観を実現する可能性があります。全幅 1475mm も変わらず、しかしサイドミラーの形状変更やドアデザインの見直しにより空気抵抗を減少させ燃費向上に貢献するかもしれません。全高 1680mm も維持しながらも、ルーフラインの最適化により空気抵抗を低減させるデザインが採用される可能性があります。ホイールベース約 2500mm 現行モデルから約 50mm の延長を予測とすることで、室内空間をより広く取りながら走行安定性を向上させます。これにより快適な乗り心地と優れた操縦性を実現します。エンジンスペック、ディーゼルエンジンの採用は軽自動車における大きな革新となります。燃料効率が高く、トルクが豊富なディーゼルエンジンは、小型車においても力強い走りと低燃費を両立させることができます。推測されるエンジンスペックとしては、 0.8 リットルから 1.0 リットル程度の排気量で、最高出力は 50kW 68馬力から 60kW 82馬力、最大トルクは 150Nm から 200Nm の範囲になると予想されます。また最新の排ガス浄化技術を採用し、厳しい環境基準をクリアすることも重要なポイントとなります。排気量 0.8 リットル 1.0 リットルディーゼルエンジン、最高出力 50kW 約68馬力から 60kW 約82馬力、最大トルク 150Nm から 200Nm。 ディーゼルエンジンの採用により新型 NBOX クロースターでは以下の性能が期待されます。排気量、軽自動車の枠内で最大のパフォーマンスを引き出すため、約 0.8 リットルから1、0リットルの間で最適化されたディーゼルエンジンを搭載。このエンジンサイズは軽自動車においては非常に珍しく、低回転域から高トルクを発生させることが可能です。最高出力と最大トルクはディーゼルエンジン特有の低燃費と高トルクを生かし、 50kW 68馬力から 60kW 82馬力、最大トルクは 150Nm から 200Nm を目指します。これにより街中はもちろんのこと、高速道路での走行も快適にこなせるパフォーマンスを実現します。インテリア、インテリアに関してはデジタル化と高級感の追求が進むと予想されます。デジタルインストルメントクラスター、大型タッチスクリーン式インフォテインメントシステム、スマートフォン連携機能などが標準装備される可能性が高いです。また質感の高い素材の使用や先進的な内装デザインにより、より快適で上質な車内空間を実現することが期待されます。燃費、ディーゼルエンジンの採用により新型 NBOX クロースターは軽自動車としては類を見ない燃費性能を実現すると予想されます。具体的な数値としては、 JC8 モードで 25.0km/L を超える燃費が期待されます。これにより燃料費の節約はもちろん、 CO2 排出量の削減にも貢献することができるでしょう。 JC8 モードリッター 25.0km 以上、 JC8 モードでの燃費リッター 25.0km 以上という数値は、ディーゼルエンジンの高い燃料効率と車両全体の空気抵抗の削減、軽量化技術の進歩によるものです。最新の燃焼技術と排ガス浄化システムを組み合わせることで、環境規制に適合しつつ従来の軽自動車を大きく上回る燃費を実現することが期待されます。現行モデルとの比較、現行モデルと比較して新型 NBOX クロスターはパフォーマンス、燃費、内装の質感などあらゆる面で進化を遂げると予想されます。特にディーゼルエンジンの採用は同クラスの軽自動車との差別化要因となり、市場での競争力を高めることが期待されます。このような分析から新型 NBOX
スクロースターは軽自動車市場において新たなスタンダードを築く可能性を秘めています。技術の革新と環境への配慮を融合させたこのモデルは多くの消費者から注目を集めることでしょう。新型 Nboxクロースターの開発にあたり、ホンダは従来の軽自動車の常識を覆すような革新的な技術とデザインの採用を目指しています。特にディーゼルエンジンの採用はその最たる例であり、燃費性能の大幅な向上だけでなく低回転での高トルクによる走行性能の向上も期待されます。またデジタル化と高級感を追求したインテリアデザインは軽自動車に新たな価値をもたらすことでしょう。これらの分析から新型 Nboxクロースターは軽自動車市場における新たなマイルストーンとなる可能性が高いと考えられます。技術革新による燃費の改善、快適な走行性能、そして環境への配慮がこれからの軽自動車のスタンダードを形成することに貢献することでしょう。